皆さんこんにちは。元世界的アスリートでアーティスティックスイミングオリンピック代表選手として活躍後にタレントに転身された青木愛さん。そんな青木さんは美人すぎる元オリンピック選手として取り上げられることも多く、過去の恋愛や結婚事情についても注目されています。今回は青木さんの過去に恋愛や熱愛報道、旅サラダの公認などについて紹介していきます。青木さんは8歳からシンクロを始め、小学4年生で国内大会のジュニアオリンピックで優勝し、高校入学後鬼コーチとして有名な井村雅代さん率いる井村シンクロクラブに所属し、世界大会ワールドカップなどに出場し、日本代表として大活躍。2008年に北京オリンピックの日本代表としてチーム最年少で参加するも、2009年に現役引退しました。引退理由についての青木さんは、北京を一緒に戦った先輩たちが全員オリンピックが終わったら引退すると聞いて、メンバー8人のうちの7人が辞めて私1人が残るということは、技術はどうであれ私は繰り上がって経験者として新しい7人を引っ張っていかないといけない、私って小学生の頃からなぜかずっとチームの最年少で、チームには目標とする先輩がいて、その背中を見ながら育ってきた。それが自分が引っ張る立場になって、新しい7人と一緒にチームとして大会に出て頑張れますかと自分に問いかけた時に、ちょっと違うかなと思ったんです。当時のキャプテンみたいには多分私はうまくできない、それだったら私も辞めて新しい8人で一からチームを作った方がいいのではと引退を決めましたとコメントしていました。また引退理由はもう一つあり、一番の理由は病気のお母様と過ごす時間をもっと作りたかったからなのだそうです。実は青木さんのお母様は癌で、北京オリンピックの時にはもう先が長くないと分かっていたのだそうです。お母様は自分のことはかなり我慢する人だったようで、お父様に無理やり病院に連れて行かれて癌が発覚したそうです。そんな青木さんは過去のドーピング検査の際、男性検査官に当たったことを明かし話題になりました。青木さんによれば、ドーピング検査では検査官が来て指名されるんです。誰が当たるかわからんくって、ということで、普通の競技ってジャージじゃないですか。検査の時はだからジャージの下を下ろして、ジャージの上をちょっと上げたらいいんですけど、などジャージのズボンを下ろし、シャツをまくり上げるような仕草をして、まずは普通の競技のドーピング検査について説明しました。次に、私らってシンクロやから水着じゃないですか、上から全部下ろしてやるので、と上下一体型の水着ならではの苦労を説明。しかも洋式の便座で、若干中腰じゃないとダメで、座っちゃったらあんまり見えないらしくって、尿が出る様子を手で再現しながら出てるところが、など懸命に水着でのドーピング検査の苦労を説明していました。その説明の後、検査官は女の人なんでしょと聞かれた青木さんは、そうなんですけど、まさかの事件があってとニヤニヤした顔で発言。続けて、ロシアで大会があった時に、まさかの男の人やった、えってなって、2時間くらい粘っても男の人に見られるっていうプレッシャーで、でもほんまに2時間とか2時間半とか経っても出えへんかったし、検査官に無理無理みたいな感じで目で訴えたら、検査官から見えないようにトイレのドアを閉めてくれて、優しい検査官でよかったなどと話していました。そんな青木さんは結婚の噂がありましたが、完全なる人違いだったといい、原因は同姓同名の政治家青木愛さんの存在でした。政治家の青木愛さんも元タレントで政治家として活躍されていますが、不倫の噂が出た際に、青木愛さんの結婚についての話題で、政治家なのか元シンクロ選手なのか混ざってしまったようです。もう一人の同姓同名の著名人は実業家の青木愛さんです。マタニティウェアの輸入販売ショップビリーナジャパン株式会社の代表取締役社長で、こちらの青木愛さんは既婚者で4人の子供の母親です。結婚や家族に関するワードでヒットするのはこちらの人物になるようです。そんな青木さんはまだご結婚はされていないということでしたが、青木さんは過去2回
熱愛報道の記事が出ています。一度目はイケメン格闘家として知られる浩二選手と交際です。これは2020年10月9日の週刊誌で浩二選手とデートを楽しむ姿がスクープされ話題になりました。報道内容は、青木さんと浩二選手は東京六本木で買い物をした後、渋谷でさらに買い物を楽しみ、屋上からの景色が楽しめる渋谷スカイで夜景を眺めていたとのこと。その後は焼肉を楽しみ、渋谷にある高級ホテルへと入っていったようです。青木さんは1985年5月生まれの当時36歳で、浩二選手は1989年5月生まれの当時32歳なので、年齢的には浩二選手が4つ下ということになります。青木さんは結婚していないので、年齢的にも交際してても全然いいのではと思われますが、実は青木さんがデートしていた浩二選手は2019年5月に森田理香子さんとの熱愛がスクープされており、森田理香子さんとはこのまま結婚するのではと言われていた矢先に、青木さんとの熱愛がスクープされたということになり、つまり浩二選手は二股疑惑ということになります。青木さんはそれを分かっていたのか、はたまた騙されていたのかは定かではありませんが、この二股報道後特に続報がないので、現在も交際されているのかは不明だといいます。二度目は2015年にサッカー元日本代表の遠藤保仁さんと交際しているとスクープされました。遠藤保仁さんは愛妻家として有名な方なので、交際が事実なら不倫のということになります。報道としては、年末に数名の芸能人と西麻布のビップルーム付きの持つ鍋屋さんで食事をし、深夜0時に解散するも、2人は解散後にビップルームに戻り、午前5時まで出てこなかったというものでした。ただ確証があるわけでもなく、その後に報道や噂もないので、一度きりのことだったのか、何か事情があったのか分かりませんでした。そんな青木さんには2020年の報道以後、熱愛などの報道はありませんでした。また現在も独身でいることについては、いろいろな理由があると思われており、その一つに結婚願望がないことが挙げられています。それは自身の YouTube チャンネルで語っていたそうですが、動画内では普段の生活の中で自然な出会いとして、結婚するかもしれない人物と出会った結果で結婚となる流れが一番の理想だと発言されており、自分が好きになった人に結婚しようと言われたら結婚するとも発言されています。ただ好きな人に出会うために婚活や合コンするようなことはしたくないとの意味合いが強いようでした。そして好きな人のタイプについては、誠実な人、嘘つかない人、尊敬できる人と答えており、そもそも論として、人としてちゃんとできない人は男としては見れないと発言されています。それは青木さんの過去の恋愛が関係しているそうで、その時のエピソードとして、青木さんは1ヶ月の合宿練習を終えて帰ってくると、そこに彼氏が会いに来たそうです。合宿中は当然缶詰状態で練習するので彼氏に会えなかったのですが、この彼氏がサッカー部の練習をサボって青木さんに会いに来ていたといいます。このことから彼氏の行動に青木さんには幻滅してしまい、別れてしまったそうです。美人ですし、浮いた話がたくさんあっても驚きませんが、今後青木さんが素敵な方と出会い結婚発表されることを期待したいですね。そんな青木さんは、朝だ、生です、旅サラダでも海外の旅を紹介するリポーターとして活躍されており、同番組で MC を務めてきた神田正輝さんが9月28日の放送を最後に卒業されたことで話題になりました。番組を去る神田さんは最後に、自分たちの番組にしてください、僕の続きじゃなくて自分たちの番組を作るように頑張れと新体制のレギュラー陣にエールを送っていました。番組ホームページから神田さんの写真が削除され、同番組は勝俣州和さんと松下奈緒さんが MC となって日にちが経過していますが、実は大きな変化を遂げていたといいます。スポーツ紙記者は、新体制となってから毎回番組冒頭で松下さんの左隣にいるのが、アーティスティックスイミングシンクロ北京オリンピック代表の青木愛さんです。番組上MC はあくまでも勝俣さんと松下さんですが、
なぜか青木さんが冒頭からその2人、そして進行を務める ABC 放送のアナウンサーと並んで登場しているんです。青木さんは身長173センチで松下さんとほぼ同じ、並んでいても違和感がありませんと語っていました。そんな京都府出身の青木さんは8歳で本格的にアーティスティックスイミングを習い始め、中学からシンクロ界の母と呼ばれる井村正義のクラブで指導を受けてたといい、先のスポーツ記者は2008年に北京オリンピック代表にチーム最年少の22歳で選出され、米倉涼子2の美女として注目されました。チーム種目で5位に入賞するも、青木さんは同大会で惜しまれながら現役を引退しました。その後代表期間中に休学していた大学に戻って2010年に卒業、その後はモデルやタレント、レポーターなどで活動していますと語っていました。またスッキリ、日本テレビ系、 S1、 TBS 系など情報番組やスポーツ番組でコメンテーターを務めていた青木さんにとって転機となったのが、2018年から出演している旅サラダだったそうで、テレビ局関係者は旅サラダガールズの8期生として新規加入した青木さんは、主に海外の旅コーナーを中心にレポーターをしています。これまでにフィジーやセブ島、ハワイにスイス、最近ではバルト3国なども訪れています。青木さんは旅サラダのために数年前から拠点を東京から関西に移しています。海外で訪れた先でも水着姿で得意の泳ぎを披露するなど、エネルギッシュなレポートをしていますと話していました。そんな青木さんは現在も定期的にプールに通い、体を鍛えているといい、青木さんは昨年世界マスターズ水泳選手権2023九州大会に日本代表で結成された関西オリンピアンというチームで出場していて、アーティスティックスイミングのフリーコンビネーション4065歳の部で優勝しています。彼女は現役時代と変わらないスタイルでキレのある演技を披露していました。新体制となった旅サラダは女性色を強く出していきたい意向があるようで、経験豊富な青木さんが重宝されているのかもしれませんとのことでした。いかがでしたでしょうか。今回は青木さんの過去に恋愛や熱愛報道、旅サラダの公認などについて紹介していきました。今後の青木さんの活躍からも目が離せません。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。